小坂亮太郎の俳優は夜に語りき。こんばんは、俳優の小坂亮太郎です。俳優は夜に語りきは舞台俳優が週替わりで登場して舞台とは違う一面をご覧いただく番組です。はい、早速こんなメールをいただいてます。パイナポーさん、ありがとうございます。寒くなってきましたがいかがお過ごしですか。私はもう鍋を作ってしまいました。小坂亮太郎くんは何鍋がお好きですか。あ、鍋いいね。鍋ね、もう鍋と言ったら実家を思い出しますよ。僕一人暮らしし始めて鍋一切作ってないですもうね、親イコール鍋みたいなもんですね。でその時によく食べたのはまあシンプルのしゃぶしゃぶみたいな感じの野菜たっぷりので、ごまだれかポン酢で、小さい時はごまだれが好きだったんだけど、もう今はポン酢だね。もう完全にポン酢派で、えのきあるじゃないですか。昔はあんま好きじゃなかったけど今も大好きで、えのきばっか食べてますね。もう本当に美味しい。で締めはおじやなんですよ。でこれもうどうしようかね、言うか迷うんですけど親にやめなとか言われるんですけど、多分引くと思うけど言うよ。もう本当にあのね、ポン酢で食べるじゃない、今までずっとポン酢で食べて、そのちょっとポン酢が残るわけよ。そこにおじや入れて、ちょっとポン酢味が残ってるおじやを食べるのがすっごい好きだ。なんかそのための過程みたいな、今までが。なんかそれがもう本当に美味しいから一回やってみてほしい、本当に。それで美味しくなかったら謝るわ。はい、ということでそろそろ行きましょう。今夜も最後までよろしく。小坂亮太郎の俳優は夜に語りき。他にもたくさん届いてるメッセージご紹介していきます。はるさん、自粛中に配給にはまり、ハイステを見て亮太郎くんのことが気になってファンクラブに入会してしまいました。ありがとうございます。いやもう嬉しいね。最近少しずつ忙しくなってきてると思いますが、ブログの更新が少なくて寂しいです。ごめんなさい大変だと思いますが、無理のない程度にもう少し更新頻度を上げてほしいです。いやもうこのね、はるさんは本当に僕のファンの思ってることを代弁してくれてると思ってる。いや本当に毎回そうなのよ。よくないとこよ。でよく本当に応援してくれてありがとう。皆さん少ないよね。俺も思うもん、しなきゃいけないのよ。でブログ書かなきゃって、ブログ書きたいって思うんですけど、マジでね、やっぱね、ブログ上げるには言い訳タイムになるかもしれない。ブログ上げるにはやっぱ写真が必要なんですよ。やっぱ見たいですよね、皆さんも。ただね、髪の毛をねセットするのが大変なのよ。くせ毛がすごくて、もうボッサボサで、もうでもセットしてやっぱ大変って思わないんですけど、そのなんだろうね、やっぱそう。あとね、まあ、自撮りももともと僕あんまりしない方だったんで、まあでもやっぱ応援してくれるみんなのためにしなきゃいけないんだよ。そうするよ。だから更新頻度上げます、ちゃんと。でもこれは毎回言ってんのよ俺結構みんなの前で。だから俺も本当にね、で上げますって言って本当に更新頻度上げるんですよ俺。でバーって書いて、お調子いいねで、マネージャーからも俺怒られるんですよ、更新頻度上げてみたいな、みんな待ってるよみたいな。はい分かってますって言って、 もちろん待ってんのも知ってんのよ。で更新頻度上げたら、おなんか最近調子いいなみたいな言うけど、パッタリなくなっちゃうんですよ俺。何なんでしょうねあれなんか、いやもう本当に上げますよ、更新頻度絶対に上げます、上げます。今日22日でしょ、やる日を決めるのもありだね、その内容とかってことですね。まあそれもありだな。なんか今自由だからバーって書いてるもんね。だから自由帳の真っ白のさ、小学校の時使ってた自由帳に何書くっつったらもう適当に書くもんね。やっぱマスが決められたノートだったらちゃんとマス内に書くから、
やっぱ曜日決めたらいいのかもしれないね。確かに。そうしようかな。いやでも、ハルさんのおかげで、みんな僕のファンの方の気持ちもすごい晴れたと思うし、俺も ちょっと気合い入れるって。いや、いつにする？それ決めたら本当に終わるんだよな。俺も。とりあえずじゃあ、いつじゃなくて、週3ではあげるわ。週3ではあげるわ。もう言っちゃったらもう。だからその分、だから髪の毛、ボサボサでもいい？ボサボサの時もあるかもしんない。あ、帽子ね。帽子、確かに。帽子いいかもしんない。うん。だから、で、ちょっと文章も短くなっちゃうかもしんない。週3だったら。でもちょっと、最低週3はあげるようにしよう。決めた。もう決めたよ。ハルさん、ありがとう。マネージャーも多分、もっとあげろよって言われそうだけど もう最低頑張りますね。ありがとうございます。メッセージ。はい、続いて、ソイラテ大好きさん。今年のハロウィンをみんなで集まってワイワイできないので、友達と仮装した写真を送り合って楽しむことにしました。お、偉いですね。小坂くんは、もしするとしたらどんな仮装をしたいですか？なるほど。今まで仮装っていう仮装はあんましたことないからな。でも今年ね、ハロウィン仕事が入ってるから、そういうハロウィンっていうのできんのかな？その仕事がですね、もうここでちょっと無理やり宣伝に行かさせていただきたいと思いますけど、秋沢小坂の秋田をズームで覗いちゃおうというオンラインツアーをね、10月31日土曜日から11月1日日曜日まで行います。チケットがですね、10月27日まで販売してます。詳しくは僕のね、ツイッター一番上に載ってるんで、そこから URL 覗いてもらえればいいなと思います。だから多分ここのハロウィンの日に仮装すんのかな？できたらいいなと思うんですけど、もしそこでするとしたら、かぼちゃしたいかな？かぼちゃ。やっぱドラキュラとかは似合うの分かってるから、そう。だから分かるから、ちょっと変なかぼちゃとかしてみたいかな。だからケンちゃんとかとふざけて。ケンちゃんも癖強いから、もうとんでもない、多分今まで見たことないオンラインツアーになると思いますよ。本当に。で、菅健太くんがオンラインで参加してくれるということで、どの時間に参加してくれるのかわかんないんですけども、そちらをもし気になったらよろしくお願いします。はい。続いて、ほっちゃん。先日初めて原付を買いました。車の免許は18歳の時に取っていたのですが、実家から離れて暮らしているため車を持っておらず、ずっと交通手段は自転車だったのですが、ついに原付買っちゃいました。まだ乗り慣れなくて練習中です。おお、すごいね。原付買っちゃ、小坂さんは最近何か新しく買ったものや始めたことはありますか？うん、なんだろう。いいね。だから俺免許持ってないから、すごいな。原付行っちゃったか。なんか、いいな。ただ俺ね、運転する役はあったのよ。ミス・リンゴっていう映画で。初めて運転してるふりしたのが、人を引く役っていう で、免許欲しいんだよな。新しく買ったものか。買ったものなんだろう。あ、服買いましたわ、最近。服買って、俺あんま服買わないんですよ、自分で。でも珍しく買って、いや、なんか高かったっすね、めっちゃ。上のただの黒い、インスタに載ってるんですけど、服買うのいいなって思いましたね、めっちゃ。ただ、まあ、なんかもったいなくて着れないっすね、あんま高いと、何回も。だからその点、原付とかは、なんか練習したりどっか行ったりとかできるからいいっすね。まあでも事故だけは気をつけてくださいね。じゃあもう、頑張って練習してください。ありがとうございます。こんな感じでですね、あなたからのメッセージもお待ちしております。登坂良太郎の俳優は夜に語りき。小坂ニュースヘッドライン。舞台ブレイブ10初演に出演しました。
小坂亮太郎が伊達政宗役で出演した舞台ブレイブ10荘園が9月27日埼玉県の所沢さくらタウンジャパンパビリオンホール A で千秋楽を迎えました。劇場でそして配信でご覧いただきありがとうございました。はい、ということでブレイブ10荘園最終章3段目ですよ。もうやっとっていうか1年越し2年越しとかに3段目やって、しかもこの感染症の時期でできるかできないか、もうこれもすごいいろんなところで話してるんですけど、全公演できたってありがたいですね、中止なく。いやもう本当に、で劇場来れない方ももちろんいたでしょうし、配信もお仕事とかで見れなかった人もいると思うんですけど、大丈夫です。舞台ブレイブ10荘園の DVD が発売決定いたしております。はい、でこちらですね、来年の2021年2月10日発売予定で10月31日まで予約受付中ですので、こちらもぜひ見てください。もうぜひ見てほしい。僕の伊達政宗は他の人にはできないと思ってるんで、僕だから、小坂亮太郎だからできた伊達政宗できたと思ってるんで、ぜひ見てください。はい、ということで舞台ブレイブ10荘園の裏話みたいなのをしたいなと思うんですけど、ですね、ネタみたいなのを毎公演やったんですよ、僕。102個とやったんですけど、実は結構もっとあったんですよ。稽古場で多分本番は多分 DVD に収録されてるやつとか皆さんが見たやつとかは、ギュタンドロップスって伊達政宗が最後歌ってデュワワーみたいな、まあ、あれやってるんですけど、本当はあれ歌がないバージョンも俺考えて稽古場では何個もやってたんですよ。まあそれ言っちゃうと、そのギュタンドロップスって言って歌われてる時に俺が袖、手の袖から牛タンドロップスめちゃめちゃ出して、で横にこう正面が側面になるようにこう並べてって、で最後の欧州限定牛タンドロップスって言って、俺伊達政宗がドロップスって言ってちょっと間空いて一番端の牛タンドロップス倒してドミノみたいに倒してってっていう、まあこれ声だけだから伝わりにくいと思うんですけど、意外とそういうのやったりとかいろいろ稽古で挑戦してて、でこれおもろいねみたいな、やろうやろうみたいな言ってたけど、最後にデュワワーっていうやつやったら、よりこさん演出が好きだわそれってなって、もうこれだけでいこう、こっから広げていこうってなったんですよ。だからもう誰も見てない牛タンドロップスがあるんで、いつか見せたいんですよ。すんごい。本当に。いつかイベントでもいいですし、まあ見せたいなという思いですね。以上、小坂ニュースヘッドラインでした。小坂亮太郎の俳優は夜に語りき。俳優は夜に語りき、いかがでしたでしょうか。番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。番組の感想や僕への質問、どんな話でも OK です。電話コーナーへの応募もちょっとだけ勇気を出して送ってみてください。そしてこの番組には裏の顔、俳優と深夜に語りきもあります。こちらはクリエイターによる創作の総合マーケットブースでの有料配信となります。ぜひ夜と深夜合わせてお楽しみください。今回はリスナーさんと電話でつながって悩み相談したりなんかしました。結構僕的にはね、いい答え出したんじゃないかなと思うので、ぜひご視聴ください。詳しくは番組サイト、番組ツイッターをご覧ください。それでは今日はこの辺で、小坂亮太郎でした。バイバーイ。